はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらベンツのね CLA です。というわけですいません大きい声、新しくなりましたね CLA で、今これ見てるモデルは250フォーマティックということで、四駆のモデルになりますね。ちょっとね内装の方を見てみましょう。いやー豪華ですね。やっぱりこの白のねレザーがいい感じですよね。でこの内装ね、やっぱねこのちょっとベンツらしい感じが統一されてますよね、デザインがね。でこれシフトノブじゃないんです。ではちょっと後部座席に乗ってみましょう。いや後ろもね、このシートね結構固めでね、いい座り心地がしました。いやこの白い内装ベンツらしくていいですよね。いや CLA はねクーペタイプなんですが、4枚扉で乗り降りしやすいですよね。で後ろね、フォーマティックということで、いや綺麗ですよねシルエットが。続きまして、CLA の、シューティングブレークですね。まあワゴンタイプになります。アイラインがね、綺麗ですよね。これはまあデイライトで昼間からこの状態でついてるということですね。まあシューティングブレークということで、まあ後ろが長いですよね。荷物いっぱい積みそうです。このタイプは 200D ということで、まあディーゼルタイプですね。ではちょっと内装の方を見てみましょう。お、なんか結構スポーティーですよね。お邪魔しますと。おー、いやーこの先進的なダッシュボードすごいですよね。でこの大きい液晶ですね、もうこれメーターじゃないんですよね、アナログじゃなくて、まあ、ナビゲーションとこう一体化してると。このハンドルの前はねタッチパネルじゃなかったです。で、これで操作できるということなんですけど、収納ちょっと収納ばっかりで、ここの指先にタッチパネルの操作盤があって、ナビに連動しているということですね。もうねスマホみたいな感じで指で操作できます。ピンチアウトもできます。ではね、ちょっとホームページ見てみましょう。ザ・ CLA クーペということでね、472万円するんですね。まあこのクラスにしては、そんなに高くないような気もします。まあクーペタイプなんですが、まあこれセダンといやセダン、クーペっちゃクーペですよね。まあ4枚扉なんですが、まあ乗った感じね、そんなにね後部座席狭いという感じはしませんでした。その辺うまく作ってるなと思います。AMG もあるんですね。これが AMG ね。そんなにどこが変わったって感じの、多少デザインがね違うかなという感じですね。あ、まあでもフロントグリルがだいぶ変わるか。 200D は472万ね。で 250フォーマティックは534万円でした。あ、高いわ。ベンツっていうのはね、結構この四駆っていうのはねパイオニアで、昔からね強いですよね四駆っていうのが。ちなみにね CLA250フォーマティックのスペックは、排気量が2リッターですね。最高出力224馬力か。あ、結構走るな。走行燃費は WLTC モードで 12.8kg/L ね。まあおそらく街乗りで 10km ぐらいは走るんでしょうね。DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付きということで、これねなかなか結構走るんじゃないですかね。でこちらがディーゼルターボエンジンですね。2リッターターボエンジンと、この2リッター、4気筒ディーゼルターボエンジンと、この2種類が搭載されておりますね。シューティングブレークの方はね482万円からとなっておりますね。なんか C ピラーがね結構クーペを意識したような、流れるようなデザインになってますよね。まあベンツらしいと言いますか、まあね、なんかどっしりしたデザインしてますよね。これも AMG ラインがあるみたいですね。ちょっと見比べてみましょう。おお、やっぱお尻の方がね結構エアロがかっこいいですよね。ほら
これ普通のタイプ。ね。ああ、これ AMG ラインいいですね。ちなみにね、ディーゼルの2リッタータイプが482万円と。ディーゼルの方が安いんですよね。で、ガソリンタイプの250フォーマティックが544万円ね。はい、いかがでしたかね。新しくなった CLA。なかなかね、先進的な内装と、このベンツらしいデザイン、かっこいいと思いました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ベンツ CLA でした。じゃあね、バーイ。